セルイリアカエピオニスを、切ったと思われる、アウレウスキンカセルイリアカエピオニスは、共和制ローマ末期の人物。ガイウスユリウスカイサルの愛人。ショウカエピオの娘で、祖父は、大カエピオ。弟に、クイントスセルイリウスカエピオ、イフテイに、カイサルの性的マルクスポルキウスカトウティケンシス。息子に後に、カイサルの暗殺に関与するマルクスユニウスブルトゥスがいる。彼女が生まれて、 早くに両親が離婚し、母方のおじマルクス・リュウィウス・ドルスの下で育てられたが、彼女が9歳の時に死別した。二度結婚しており、最初は、マルクス・ユニウス・ブルトゥス・マイオルと結婚、同盟の息子、ブルトゥスを生んだ。大ブルトゥスの死別後は、デキムス・ユニウス・シラヌスと、再婚、二人の娘、ユニア・セクンダとユニア、テルティアを設けた。ユニア・セクンダは、 マルクス・アエミリウス・レッピドスにユニア・テルティアはガイウス・カッシウス・ロンギヌスに嫁いだ。カエサルの愛人になったのは紀元前63年で愛人関係は彼の暗殺まで続いた。息子、ブルートスが暗殺の中心人物の一人だったことから陰謀はセルフィリアの邸宅で行われていたと考えられている。しかしながら第2回三島政治では彼女は プロスクリプティオの対象とはならず、息子が紀元前42年のフィリッピの戦いで自死すると、遺界は彼女の元に届けられたという。没年は分かってはいないが、老衰で死んだと伝えられる。ありがとうございます。